皆さんこんにちは、鈴江美です。キラーシャキーン。はい、今日は宮城県の仙台市に来ております。で、私音楽の専門学校に通ってたんですけど、2年間仙台に一人暮らしをしてました。なので仙台にはすごく思い入れも思い出もたくさんあって、私的にはもう第二の故郷みたいな感じなんですよ。それで今日は夜専門学校の先生方に久々に会って飲もうよっていう話になったので、今回は仙台来たんですけど、せっかくなので仙台の思い出の場所、私的な思い出の場所とかをちょっと振り返りながら歩けたらなと思ってます。今日は特に食べません。お酒は飲むけど食べる動画じゃないんですけど、よかったら最後まで見てください。では行ってみましょう。おお。ありがとうございます。東口がめっちゃ変わっててびっくりなんですけど、仙台駅の東口がめっちゃ変わっててめっちゃびっくりした。今すごい綺麗になってる。いつの間にこんなになっちゃってたの、びっくり。仙台駅の東口です。向こうに見えるビビっていうビルの上にね、ワンっていう居酒屋が入ってるんだけど、そこでね、私1年ぐらいバイトしてました。居酒屋のバイトはこの仙台のワンが初めてかな、多分。めっちゃ懐かしい。はい、そんなわけでちょっとブラブラと仙台の街、まあ駅周辺をお散歩してきました。ちょっとだけでごめんなさい。私と仙台とのその関係というか、仙台の頃の話をちょっとしようかなと思って。ちょっとホテルのね、部屋がねめちゃくちゃ暗くて、電気が目がおかしくなりそうなくらい、あかん。高校卒業して音楽の専門学校に通ったんですよ。で2年間一人暮らしをしたんですけど、ミュージシャンコースっていうコースに通って歌を中心にこう勉強をしていたんですけど、一人暮らしはね楽しかったな。専門学校のさ2年間なんてさ、あっという間じゃん。まあ私は勉学に励んだというよりは結構遊んでたかなっていう気はするんだけど、音楽は好きだからおのずと自然と力は注いでたけど、仙台に住んでたのなんて18、19、20歳くらいか。専門学生の時なんか私まだビール飲めなかったもん。カシスウーロンとかレゲエパンとか梅シュロックとかばっか飲んでた。どこだろうな、よく飲みに行ってたのはやっぱ国分町かな。国分町ってすごい居酒屋が安いから、駅周辺は結構ご飯食べてたことが多い。で飲みは国分町に行ってたかなっていう。今日久しぶりに仙台来たんだけど、でも久しぶりって言っても私年に 2,3 回は来てて、専門学校の先生がすごい良くしてくれて、レコーディングのスタジオとかを使わせてもらって、こう自分の曲とかをレコーディングしたりするのに仙台はめっちゃ来てます。卒業してからも音楽の専門学校行って得たものは人間関係かなって思います。歌の知識技術どうこうっていうよりも人間関係かなって私は思います。とりあえず私は仙台は結構好きですね。田舎すぎず都会すぎずっていう感じがすごく好きで、牛タンとかもう食べないけどね、毎回毎回。あ、でもね、今日仙台ってさ、ずんだが有名じゃん。で、これめっちゃ美味しかったです。多分豆が苦手な人でもいけんじゃないかなっていうぐらいクリーミーで美味しかった。はい、まあそんな感じで全然何も伝えられなかったかもしれないけど、私と仙台の関係はそんな感じです。で、今日は夜その恩師たちと会って飲むんですけども、その前にちょっと学校に行って久々にこう中の様子を見てこようかなって思います。はい、今日はちょっと学校の様子もお届けできればなと思います。これ飲んだら行ってこようと思います。はい、
ンパンマンミュージアムができてる。じゃあ学校行ってみたいと思います。もう夜になっちゃったんですけど。エスカレーター、あれエレベーターでしたっけ、これエレベーターを上がりまして、私が一生懸命勉強してた5階に上がってきました。めっちゃ久しぶりこの中に入るの。うわー、はい、ここはホールっていう場所で、ここでやってた授業はバンドの練習とか、まあ、歌の練習とか。なんか今は何もなくてさっぱりしてるけど、すごい思い出す、いろいろ。なんかちょっとジーンとくる。何もないから逆にジーンとくる。ここで19、20歳の私は歌ってたわけですね。ここって今何も使ってないんですか？いや、演劇で。あ、演劇か。だからこんな殺風景なんですね。で、ここがレコーディングする部屋です。もう私が通ってた頃とは全く形が変わってしまったんですけど、あの改良リフォームしたのでちょっと変わっちゃったんですけど、でこっちがちょっと暗いけど音を取る部屋です。ここは卒業してからも自分の曲をレコーディングしてもらうために来てました。別に今日レコーディングじゃないのになんか緊張する、ここに来ると。バイバイ学校、また来るね。はい、それでは、専門学校の先生方との飲み会も終わって、ちょっとヘロヘロですが今日はこんな感じで申し訳ないんですけど動画を終わりたいと思います。うるさい。鈴弓の第二の故郷が仙台だっていうことを分かってもらえたらありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ほんとこんな感じでごめんなさい、酔っ払ってて。鈴弓でした。またバイバイ。石焼きもお芋